で、それが何なのかっていうのをずっと考えてきました。それが僕は理念、ビジョンだというふうに思います。一体何がクリエーション、デザイン、インベンション、イノベーション、何でもいいですけど、要するに面白いことですね、それを生むのかということで描いた絵がこれです。エンジニアは基本的に当たり前じゃん、テクノロジーだ、同じテクノロジーはそうクールで素晴らしいからきっとみんな喜んで使っていくんじゃないか。一方、多くの企業の方はとにかくお客様が何を望んでおられるか、何で困っているか、それを徹底的にインタビューしたりオブザベーション、エスノグラフィックスタディを通して学ぼうじゃないか、で何が欲しいかを聞いてそれを作ろう。それとても正しくて買ってもらえる、売れるわけです、短期的には。で、我々は何に関心を持っているかというと、この下の例や真ん中の例じゃなくてもっと先です。その先ってのは何なのかというと、お客様にとかみんなに聞いて何が欲しいってすぐ言えるような、そんな未来というのは本当の未来ではないんじゃないかというふうに思うからです。誰もまだ見てないようなもので、あ、すげえじゃん、こんなのがあったら嬉しいなって初めて思う、そういうコンタムリープ、ジャンプがあって今までイノベーションというのは成り立ってきたわけです。ダグ・エンゲルバーグ、アイヴァン・サザラント、アラン・ケーン、みんな自分たちで思い込んだものを自分たちのために作った、でそれが世界を変えていったわけです。その時に周りの人に聞いたってそういうのが欲しいなんて言う人がいるわけない。それは根本的なディレンマだから、マーケティング大事です、ユーザーニーズ大事です、売るためには、儲かるためには。でもそれは多分本質的なクォンタムリープを生まないんじゃないかと思います。そしてそのビジョンを支えるものは、僕にとってはサイエンスでもエンジニアリングでもなくて、基本的にアートです。アートから多くのそのインスピレーションを受けました。後で例をご紹介したいと思います。なんでビジョンにこだわるかというと、ライフスパンが逆三角形になるからです。テクノロジーは1年でオブソリートになる。今秋葉原でいっぱい陳列されてるすごいあのマシン、 PD でもセラフォンでもなるんですけど、翌年はランドフィル、夢の島って言いましたっけ、日本では。美しい名前ですね、みんな夢の島に行ってしまう。アプリケーション、これも大して寿命が長くない。長岡のレコードバリー LP まだ持ってる人捨てられないですね、もちろんセンティメンタルバリュー。でももう時代は LP、CD、MP3、クラウド、はるか向こうに行ってしまったわけです。センティメンタルバリューしか残ってない。でもビジョン、これは100年超えてきっと生きるんじゃないか。バリバブッシュ、メメックス、例えばですけども、どの道どんなに頑張っても所詮1年、瞬間最大風速的に 0.5% 他社よりも優れてる、ただし3日だけということに精神を費やすのも大事だと思います。とっても大事だと思います。ただ自分はあと何十年かでいなくなってしまうわけで、できることなら自分がいなくなっても残り貢献できるものに全力を尽くしたい。なぜそれが許されるか、それはアカデミアだからです。アカデミアの人、アカデミアの大学ですね、北極いましたね、自由ですね。企業にいる人、大変ですね、四半期円満定年退職、まあいいわ、そこら辺はベッドにして。基本的にですから、アカデミアとインダストリーがどうそのコラボレーションするかって非常に大事なスキームだと思うんですけども、もう今日たまたまエレベーター、あ、六本木の駅から行った時に、アクシスはどっちだったか分かんない地図見た時に、若いデザイナーのエプソンの方、今いらっしゃいますか、あ、先ほど胸を張って、私はエプソンのデザイナーです、エプソンすごいテクノロジー持ってる、例えばもうびっくりするような、したがってそういうテクノロジーで我々は貢献してもどうしようもない、そっちにもう本当のプロがいるわけです。でも多分ハイレベルのビジョンから来るところの新しいアプリケーション、技術の応用、あるいは価値観、文化、そういった面でもしかしたらコンプリメンタリーな貢献ができるかもしれない。それが今私は考えていることです。タンジブル、これが私の基本的な過去10年余りやってきた仕事です。タンジブルというとその触れるとか言いますけど、基本的に存在、確かにそこに存在するということを確信、接しめうるかな、ジャパニーズ的にいいのか、anyway、そういったその存在の確かさ、存在の不確かさって映画見たことあるんですか。それは別として、そのタンジブルというのは何かというと、基本的に
従来そのバーチャルの世界にどんどん情報が吸い込まれるブラックホールのように、でも例えば皆さん大事な鍵、いろんなそのサービスの鍵がいっぱいありますね。で一体どこのクッキーに入ってるのか、どの場所に入ってるのか、どこにあるのか、多分ほとんどよくわからない。でもガチャガチャした鍵束というのは常に自分のポケットにあって、その度にその立つタイミング太ももかどっかしませんけど感じるわけです。その存在の確かさ、常にコンファームできる、パンパンってあるなって言うんですね。パスポートあるなとか、まだなくなってないなとか、それとその今の不確かさですね、もうどこにどのキーがあって、誰が見て本当に感じるのか、その部分、その違いって非常に大きいと思います。いかにそのバーチャルでその頼りげのない存在感のないものにその存在感を与えるかというのが一つ単純物の基本的な思想です。で、すでにビジュアル中心です。当然目は力いっぱい機能しているわけですけども、手はアンダーエンプロイド、目は素晴らしい受け身でせんべい食いながらカウチに座って、あのしょうもないコンテンツの TV を、朝テレビ局の人が飲んでるんです。例えば信じないですよ、とんでもないタレントが深夜まで公共の電波使って、なんだジャパンはって感じですけども、素晴らしい、あのなんかまあいいな、デフレなんだろうな。 Anyway、そういったそのパッシブに何もせずに見るためには、レティナに当たるフォトンってのは最高なんです。バンドバハードにと皆さんクリエイターなんです。クリエイターってことは考えたアイデアを外化しなきゃいけない。外化するために自分の身体を使って、鉛筆を使って紙に書かなきゃいけない、ピアノを弾いてコンポーズしなきゃいけない、あるいは粘土をこねる、要するに外化するための身体とトランスユーザーとしたアクティビティが必要なわけです。だから手がとても大事なわけです。で、私がダンジョブルに行き当たった一つの大きな要因は、あのヒストリック・サイエンティック・インストゥルメンツ・ミュージアムから学んだことです。その歴史的な科学的な、器具ですね、そういうのに行ったことある人、パリ、ロンドン、東京にもありますけども、素晴らしいのはそのノリジ、例えばこれは天文学に関するノリジ、太陽系ですね、太陽系の惑星がどう動くかということをメカニカルなストラクチャーでもって表現した、美しいウィッグとそのブラスでもって、しかも大事なのはそれを使ってどう空間をその惑星が相対的に動くときに自分の身体をマシンの一部として使わなきゃいけない、キネスティジア、骨とか肉がきしみながらその動きと同時にシンクロして自分の身体空間をこの惑星たちも動く。だからなぜ春と夏と秋と冬があるのかが分かる、体を通して。でこのリアリティ、この単純リアリティ、この因果連鎖に自分の身体を組み込むことを今のコンピューテーションは根本